14日、日本時間15日、ブルワーズ5、4ドジャース、ミルウォーキー、大谷翔平選手が所属するドジャースはナリーグ中地区首位のブルワーズに赤敗し、連勝が5で止まった。貯金21でナリーグ西地区の首位に立っているが、2位で並んでいるとパドレスが共に勝ったことで2、5ゲーム差に迫られた。ネット上では悲鳴や不安の声が並んだ。 開幕直後から快進撃を続けてきたドジャースは故障者続出に苦しみながらも首位をキープ。今月も前日までの5連勝を含む8勝5敗と貯金を増やしているが、ダイヤモンドバックスとパドレスはそれを上回る成績。8月は両チームとも2試合しか負けておらず、ダイヤモンドバックスが12勝2敗、パドレスが11勝2敗と8区の勢いで勝利を重ねている。 大型連勝が止まった途端にゲーム差が詰め寄られる状況に、X、w ツイッターではドジャースファンと見られるファンから、D バックスとパドレスはなんでそんなに勝ってんだよ怖いよ。頼むからパドレスさん D バックスさんの勢いがそろそろ止まってくれるのを祈るばかりです。同地区パドレスとダイヤモンドバックスの追い上げエグすぎていよいよまくられるかもしれない、パドレス強すぎてウケるなどの声が並んだ。